江川乱子第1回発端。この作品は6人の作家によってリレー形式で書き継がれた連作小説です。乱歩はその第一回発端を執筆しています。江川乱歩、江戸川乱歩、眠り薬。富山貞助老人に連れられて阪神沿線の洋風別邸に入るまで、乱歩はただこの豚老人の前で得意の軽業をやってみせればいいのだと思い込んでいた。何かお目にかけましょうか？バルコンへ出たとき、乱歩は庭の高い樹木を眺めて無邪気に言った。彼女にはまだそんな野生の樹木に猿のように登ってみたい欲望がいくらか残っていた。軽業かね。それもいいがね。もう日も暮れる。部屋へ入って何か食べようじゃないか。老人は絶えぬ笑顔を一層歪めて室内へと誘った。コックのじいやがごちそうとお酒を持ってきた。乱歩はそのお酒をたらふく勧められて真っ赤に酔っ払ってしまった。彼女はもうお酒の味を知っていたし、それが嫌いではなかったのだ。部屋中がぐるぐる回転し、耳のそばでバカ林がじゃんじゃん生やし立てている中で、何かうるさく彼女の首にまといつくものがあった。それが油の塊みたいな毛むくじゃらの腕であることを悟ると、乱歩は耐え難い好奇心をそそられた。かねて恐れていたもの、しかし同時に待ち望んでいたものがとうとう訪れたのだ。しかもその相手が世にも醜悪なる豚老人であったことが一層彼女を喜ばせた。こっそり人目を忍んだ醜悪なドロドロしたイカモノ食いのかいみ。おじいさん、あたし嬉しくなっちゃったわ。乱歩はパトロン老人にもたれかかって後ろから手を回してハゲ頭をピシャピシャ叩きながら溶けるような笑顔を見せた。わいせつなる豚は興奮のあまり真っ青になった顔を妙にこわばらせて、黙ったままぬるぬるした唇で彼女を圧迫した。やがて乱歩は彼女の歯と歯の間に厚ぼったい唇を感じた。その気味悪さが身震いの出る快感であった。彼女はおかんのために思わず歯ぎしりをした。ギャッという悲鳴に驚いて飛びのくと、茶色の豚は唇からたらたら血を流して笑っていた。踊りましょうか。おじいさん、歌ってくださらない？乱歩は上着をちぎり捨てて部屋の真ん中へ飛んでいった。そしていきなりジョセフィン・ベーカーの踊りを踊り抜いた。だが踊っているのはクロンボーではない。むしろ気高いほども美しい桃色の日本娘だ。その不調和が豚を気違いにしてしまった。彼は血の垂れる唇を
だらしなく開いて、30年以前の流行り歌を怒鳴り始めた。曲馬団の親方は、わざと蘭子を置いてけぼりにしてしまったので、彼女は当分、パトロン老人との共同生活を続けるほかはなかった。だんだん、この老人が、非常な資産家の、おそらくは、千番長者の隠居であること。隠居とはいえ、老人自身も、莫大な財産を所有していること。彼の息子の当主は、大阪の有名な、売薬製造業者であることなどが分かってきた。老人は、着物でも、装身具でも、蘭子の望むがままに買い与えた。蘭子は、とびきり新しい仕立ての着物をひらめかせて、神戸の元町通りを散歩するのが好きになった。まもなく、元町通りの茶店で、アダムス四郎という、23歳の英和混血児と知り合いになった。四郎の高い透き通る鼻と、奥底の知れない青い目と、鼻の上のそばかすとが、蘭子の気に入った。四郎は、蘭子の住んでいるパトロン老人の別宅へも遊びに来るようになった。君、あのじいさんの娘かい？ある時、別宅の広間で、老人が洗面所へ立った留守に、ソーダ水を飲みながら、四郎が尋ねた。彼は、日本の不良少年の言葉を使った。そうじゃない。あたし、おじいさんのお妾よ。それを聞いて、もうあたしと遊ばなくなる？遊ぶことは遊ぶけれど、君、あんな豚じいさん好きなのかい？嫌いでもないわ。でも、あんたほど好きでもないわ。うまくいってら。僕はお金がないからね。じゃあ証拠を見せてあげましょうか。あんたの方が好きだっていう。うん。四郎はうさんくさい顔をして生返事をした。蘭子はテーブルの上にコップを三つ並べてソーダ水をついだ。それから洋服の胸から小さな紙包みを取り出して、四郎に渡した。このコップのどれか一つに、その薬を入れて、かき回すのよ。四郎は、紙包みを開いて、白い粉をちょっと舐めてみて、顔をしかめた。苦いね。ええ、苦いわ。誰に飲ませるのだい？おじいさん。ああ。四郎は、さも驚いたような、おどけた顔をして見せたが、その実は、心から怖がっているらしく、持っている薬の紙が、ブルブル震えていた。早くしないと、今におじいさんがやってくるわ。よそうよ、こんないたずら。あんた、怖いの？蘭子は、躊躇している青年の手を握って、一つのコップの上へ持って行って、振り動かした。粉薬は、ソーダ水に落ちて、そーっと底の方へ沈んでいった。おい、蘭子。何をかき回しているんだね。帰ってきた老人が機嫌よく言った。おじいさんのソーダ水よ。かき回して甘くしてあげているんだわ。さ、みんなで飲みましょうよ。老人も青年も蘭子も一つずつコップを持った。おじいさん、
断っておきますがね、その中には毒薬が入っているのよ。今、私が入れたのよ。ね、シロさん。アダムス青年は顔の筋を固くして恐怖の表情を表すまいと一生懸命になっていた。おお、お前が毒薬をね。わしを殺しておいて、四郎さんとご夫婦にでもなろうというわけかね。老人は16歳の少女と子供子供した混血児を軽蔑していた。ねえ、四郎くん、どうしたもんだろうね。これを飲んだもんだろうかね。彼は脂肪の塊みたいな腕でアダムス青年の華奢な肩を抱いて愛撫するようにゆすぶった。結局老人はそのソーダ水を豚のように喉を鳴らしてすっかり飲み干してしまった。さあ、蘭子、一踊り。老人は青年の肩を抱いたままソファーにもたれ込んで蘭子の例の踊りを所望した。ええ、踊るわ。彼女は無邪気に立っていって蓄音機をかけ、大胆に着物をかなぐり捨ててクロンボー音楽に連れて凶暴な舞踏を踊り始めた。老人はドラ声でわけのわからぬ歌を歌い出した。蘭子の体は野獣のようにわいせつに、軽業のように軽快に、くるくると回転した。若きアダムスは前の快楽と隣の恐怖とに挟まれて名乗しがたい苦悶を味わった。その上、脂肪の塊がだんだん強く彼を抱きしめる。異様な触覚にも悩まされなければならなかった。彼はその手を払いのけようともせず、わめく老人の横顔を絶え間なくチロチロと行き詰まる思いで眺めていた。蘭子の舞踏が物狂しくなりまさるにつれて、だが老人の声は力を失い、青年の肩の腕がだらしなくほどけていった。四郎は飛び出した両眼で老人を凝視しながら、おじいさん、おじいさんと、そのブクブク膨れた太鼓腹をついてみた。老人はいびきと熱い唇を伝うよだれでそれに応えた。大きな丸々した顔が青ざめて、朝のガラス窓のように汗の玉でびっしょりだった。青年は蘭子の気違い踊りに飛びついていってそれを止めた。彼はブルブル震える指でぐったりとなった豚老人の姿を指し示した。まあ、死んじまったのね。蘭子はドアへ走っていって、内側から鍵をかけた。アダムスはびっくりして、蘭子の平気な顔を見た。おい、蘭子さん、いいのかい？いいのかい？いいのよ。さあ、邪魔者はいなくなってしまった。思う存分遊べてよ。蘭子はレコードを入れ替えて、四郎青年を捕らえると、いきなりデタラメなステップを踏み始めた。ボーボーとレコードのサキソフォンがわめいた。アダムスも釣り込まれて、気が違って、四本の足が、ランチキ。ランチキ踊り出した。いいことがあるわ。
蘭子は青年を突き放してソファーへ走ると、豚老人の極上クッションみたいな体を床の上へ長く横たえた。彼女はその膨らんだ太鼓腹に腰掛けて、お尻をポコンポコン弾ませながらアダムスを差し招く。青年は恐怖だか気悦だかもうわからなくなってしまった。名状しがたき興奮にふらふらしながら同じように人間のクッションに腰掛けた。並んだ二人がレコードに合わせて足を振り動かすにつれて、太鼓腹が水枕みたいにダブダブと揺れた。あんた、この人、死んじまったと思ってるの？蘭子がアダムス青年の肘をつついて、くすくす笑いながら言った。眠り薬よ。この人が常用している GR の分量をちょっぴり多くしただけなのよ。ほら、ご覧なさい。もう目を覚ましかけているわ。二人が腰掛けたまま、頬をすれすれに並べて、人間クッションの顔を覗き込む。と老人は、睡眠薬の効力がまだ失せないのに、腹の上の運動で無理に揺り起こされた。朦朧とした意識で、ぼんやり薄目を開けて、じっと二人の姿を見つめていた。あら、笑ってるわ。こんな目に遭うのがきっと嬉しいのよ。それは冗談ではなかった。老人はうっとりと目を細めて、緩んだ頬でニタニタと気味悪く笑っていた。それを見ると二人とも少し怖くなって立ち上がった。そうじゃないわ。何か嬉しい夢でも見ているんだわ。返気よ、返気よ。蘭子が止めたけれど、アダムス青年は老人が本当に目を覚まさぬうちに帰ると言い張った。じゃあさようなら。玄関まで送っていった蘭子がそっけない調子で言った。あたし、やっぱりあんたよりはおじいさんの方がいくらか好きだわ。だって、あんた、愛の子のくせに、育児なしなんだもの。という事件があってから、蘭子の心に、また一段の変化が来た。彼女は、春に目覚めた。と同時に、悪にも目覚めたのだ。指示の召使が、いかに誇張され、どんな高いところから飛び降りてみたところで、繰り返しているうちには、刺激ではなくなってくる。彼女は、真似てのないほど、危険な軽業にも、飽き飽きしてしまって、もうこれで、世の中の興味は、おしまいかしらと、生きがいなく思い始めたところへ、パトロン老人が現れた。そして、彼女は、人間のジョージもまた、軽業と同じように、胸をワクワクさせる気楽の一種であることを悟った。だがそれよりも、あの殺人遊戯と、密通遊戯が、彼女の心に与えた変化は大きかった。ソーダ水のコップの中へ、粉薬を入れるときの、何とも言えぬ罪の快感。それを老人が飲み干す刹那の、そうけ立つような歓喜。寝入った豚の前での秘密な閲楽。それらは、どんな空中の離れ技よりも、もっともっと、彼女を興奮させる力を持っていた。ああ、世の中には、こんな面白いことがあったのかと、蘭子はもう有頂天になってしまった。
だが、彼女はまだ、老い先長い、16歳の小娘だ。歳とともに、彼女の胸に咲き乱れるであろう、悪の花が、いかに毒々しく、美しいものであるか。歳長じて、どのような妖婦となり、年老いて、いかなる悪魔となるか。彼女が第一に行う大犯罪は、そもそも何事であるか。また、この女悪魔を向こうに回して、戦う者は誰か。あるいは、本前介護して、和製女美ドックとなるか。それともまた、江川乱子は、忽然姿を消し去って、全く別の人物が舞台を占領するか。すべてすべて、この作者は何も知らないのである。